とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略、やっていきます。第3章のタワーですね。今日は、11階から15階となってます。序盤はそこまでなかったけども、ここら辺から若干難しくなってきますよ。では、11階、行きましょう。11階は特に問題はないちゃ思うんだけども、一応注意するところは、雲とレイスのコンボだね。雲の、糸で動きを止められて、レイスでね、持続ダメージを受けちゃうことがあります。それをね、ちょっと注意していくようにしてください。あの大ダメージをもらってしまうと、ちょっとやられることもあると思うんで、注意ですね。いけ、まあまあうまいことレイスを破壊することはできますけどね。まあ一応危ない危ない危ない。特にこの毒レイス、毒のレイスはもらっちゃうとねマジでやばいので要注意です。しゃあ終わりかな、もういないかな。なので敵がね、残ってたりすることもあるんだけども、多分もう全部倒したと思います。OK。うん。まあ、雲と、毒レイスのコンボは要注意だね。もう毒ダメージめちゃめちゃ食らうんで、注意してください。で、ここ、ようやくね、ゴーレム、出ます。ゴーレムは、タワー攻略ではね、本当に重要になってくるので、ゲットしていきましょう。パワーシェイカーも、もうダメージがだいぶ少なくなってきてるので、パワーシェイカーとチェンジでいいです。では、行きましょう。じゃあ、ここは、さっき入手したゴーレム、そしてエンチャンターの章、愛のメダルだね。そういうのをつけて、行きましょう。ね、愛のメダルを使うね、タイミングっていうのは若干難しいんだけども、まあまあ、ある程度のところでやっていけばいいんじゃないですか。俺も結構適当な感じでやるんで、うん。まあとにかく敵をね、必ず3体取り込むようにしましょう。中途半端なやつだったら、ちょっともったいないんで。おお、ゴーレムちゃんが、やられちゃった。まあまあまあ。大丈夫でしょう。愛のメダル。結構敵が多いんだけどもね。まあ、ポーションとかも使えば、全然耐えていけるぐらいじゃないですか。で、あといった、あといった。お前と、お前か。よし。で、一応、このね、花のやつ、こいつは俺は倒すようにしていってます。こいつから、矢が出ることがあるんで、もうほんとね、攻略で矢はね、めちゃくちゃ重要になるのよ。なので、多く持ってて越したことはないので、一応倒して、持っていくようにしてます。はい。ここ、ボーンクラブ。だね。ボーンクラブもかなり役に立つので、おすすめです。で、ボーンクラブに、エンチャントで弱体化3、そしてアイテムボーナスを2ですね。3入れてしまうと、次のね、防具とか、そういうのにエンチャントが入れにくくなるので、アイテムボーナスは2で、俺はいいと思います。2でも十分、アイテムが出てくるので、大丈夫と思いますよ。はい。で、ここ、階段を降りたところで、ある程度処理をしないときつくなります。ここでゴーレムちゃんにある程度お任せしていきましょう。このね、エンチャンターが鬱陶しいのよ。エンチャンター鬱陶しい。早めに倒すのに越したことはないので。で、下にもね、エンチャンターいるのよ。下にもエンチャンターがいるので、そいつ気をつけてください。あ、で、こういう風にね、アイテムボーナスで、影とかが出ることがあるんだけども、
こういうのはもう積極的に使っていくように、うん、でエンチャンターはとにかく早めに倒す。そうしないとちょっとね敵がもう止めれなくなってくるんで、エンチャンターは早めです。まあうまいことね、あのロイヤルガードを愛のメダルで取り込むことができれば結構早く倒せるのよ。今回はちょっとロイヤルガードを取り込めてなかったんで若干時間かかったんだけども、まあそれでもまあ行くことはできましたね。あの影のブリューが出るとかなりラッキーです。あれいないぞ上。あいたいたいた、これで OK かな。はい、まあとにかく最初のね、階段を降りてすぐのところ、あそこでかなりの乱戦になるので、まあゴーレムと愛のメダルで取り込んだ相手に、エンチャンターの書だね、それでもバッタバタ倒してください。そうしないとちょっと押し込まれてくるので注意ですね。でそこにもエンチャンターがいるので、エンチャンターはとにかく早く倒す。そうしないとこっちのエンチャンの敵も、やられてしまうので注意してください。13回クリアです。ここ弱体化のドラ欲しいよね。いりません。うん、やっぱねこのゴーレム、愛のメダル、エンチャンターの書、このね、アーティファクトセットはねすごくいいので、もうこのまんまいきたいと思います。で14回だね。ここが、氷使いがね多いのよ。多いなので、そいつらを積極的に倒しつつ、このねクリーパーを処理しなきゃいけない。それが結構辛いのよ。ああいってやべ、ここ結構難しいです。でもまあうまいことね敵を倒す順番を間違えないようにいってみてください。やべ、やばい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 、危なくなったら若干逃げましょう。とにかくこの氷使いとクリーパーだね、要注意は。 OK、 そいつらをうまいこと愛のメダルとかゴーレムで倒しながら、ね、逃げ回る感じですね。まともに自分から突っ込んでいくとどうしてもやられるのよ。あの鈍足になったりするんで、ヒラメをもろにもらってやられてしまうので、ここは結構、愛のメダル、そしてゴーレムに丸投げしていった方がやりやすいですね。はい、ここ結構注意です。いきましょう。でここようやく防具を交換することができます。ビーネストアーマーに変えましょう。でつけるエンチャントですけども、ここでは、あ、これだね、ビーストボス3、そしてポーションバリア3です。この2つ重要ですよ。ビーストボスがついて、さらにエンチャンターの書を使うとかなりダメージ与えることができるのでおすすめです。でここもね、何回か手前のとこと同じく雲とレイスが一緒に出てきます。そのコンボが結構きついので要注意でやっていってくださいね。蜘蛛の巣で絡め取られて、でそこをレイスのね、毒でバサーってやられるとむちゃくちゃ食らうので、それを、注意して戦うようにしてください。いけ、ビーストボス付きのゴーレムは強いぜ。はい、まあまあそこだけ注意すればあとは全然大丈夫かと思います。よいしょ、うん、 OK やね。まあ難しいのは14回がちょっと難しいと思うんで、そこはまあちょっと注意していってください。15回クリアです。
で、ここ、何もいりません、エンチャントポイントを取るようにしてください。ということで、今日は11階から15階までの攻略となりました。注意すべきところは14階と13階だね。13階は階段を降りたところで、ゴーレムと愛のメダル、そしてエンチャンターの書を使って、一気に湧いた敵を倒しまくる。で、エンチャンターは早めに倒すっていうことだね。そこを注意してください。で、14階だね。ここは効率界と、クリーパーか、あいつがすごく鬱陶しいので、まあ、そこをうまいこと、ゴーレムとか愛のメダルを使って切り抜けるようにしてください。まあ、自分から、率先してね、敵の真ん中に突っ込んでいくような真似はやめた方がいいです。もうボコボコにされてやられてしまうので、極力自分は後方支援ということで立ち回った方がいいと思います。まあ、効率界は自分で倒す感じでね、いいですけどね。はい、ということで次は16階から20階やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。